お話丸かじり。今回は日本のお話です。タイトルをお願いします。第7夜のお話は下切りすずめ。演者は岡崎智代と浅井優。ストーリーテラーは私琴美と浅井優がお送りします。どういう作品になっているのでしょうか。それではまた後でお会いしましょう。下切りすずめ。山あいの小さな家におじいさんとおばあさんが住んでおりました。おじいさんは毎日山へ行って木を切ったり芝を買ったり畑仕事をしたりとよく働く正直者でした。さあここらで一休みするか。おじいさんは持ってきた握り飯を広げそれを食べようとすると一羽のスズメが飛んできて、おじいさんのそばに止まりました。おや、スズメか。かわいいの。なんじゃ、お前も欲しいのかい。スズメはうなずくようにチュンチュンと鳴きました。おじいさんは握り飯の一かけらをちぎってスズメにあげました。ほうよほど腹が減ってたのかいの。かわいそうに。おじいさんは子供がいなかったのでこのスズメが自分の娘のようにかわいくなりました。スズメもおじいさんによく懐いてしまいました。でもおじいさんは言いました。そろそろ日が暮れる。さあお家にお帰り。わしも戻らねばならん。ばあさんが待っとるで。でもスズメはおじいさんのそばを離れませんでした。とうとうスズメはおじいさんの家までついてきてしまいました。ああこれこれしょうがないの。家で待っていたおばあさんは怒って言いました。仕事もせずにこんな汚いスズメなんかと遊んでたのかい。それに家にまで持ってくるなんて一体何を考えてるんだい。なんかこいつが愛おしくなっての。お前は本当にかわいい。スズメは家の中でもおじいさんのそばを離れませんでした。おじいさんはこのスズメをチュンと名付け飼うことにしました。そんなある日いつものようにおじいさんは山仕事に出かける支度をしチュンに言いました。さあ、チュンや、ご飯じゃぞ。たらふくを食べ。おばあさんは眉をつり上げて言いました。何がチュンじゃ。ひとしをしてみっともない。大事なお米じゃというのにスズメなんかにやりおってからに。おじいさんがあまりにチュンをかわいがるのでおばあさんは面白くありません。だんだんチュンが憎たらしくなってきました。ばあさんや、しばらく家を離れるでチュンを頼みましたぞ。そう言っておじいさんは山へ出かけていきました。家に残ったおばあさんは洗濯に使う海苔を作っていました。するとチュンがおばあさんの周りを飛び回り海苔を欲しがってチュンチュン鳴きました。おばあさんは鬱陶しく思いチュンを追い払いました。うるさい。
いスズメだね。さっき飯を食ったばかりじゃろ。もう腹が減ったのか、この厄介者。おばあさんはそばにあったほうきでチュンを叩き潰そうとしました。チュンは驚きましたが、海苔が欲しかったのでなおもおばあさんの周りを飛び回っていました。すばしっこいね。まあいいか、この海苔は洗濯に使うんだ。もし食べたら承知しないからね。おばあさんはそう言って海苔を洗濯物のそばに置きました。おばあさんがちょっと目を離した隙にチュンが海苔を舐めて平らげてしまいました。おばあさんはそれを見てカンカンに怒り言いました。この小悪の役立たずのいたずら者め、あれほど食うなと言うておいたのに、お仕置きじゃ二度と食えんようにしてやるわい。怒ったおばあさんはチュンを捕まえて握りしめ、チュンの舌を刃物で切りつけてしまいました。チュンは泣きながらよたよたと苦しそうに飛び去っていきました。夕方、山仕事を終えておじいさんが帰ってきました。チュンや、チュン。おや、どこへ行ったんじゃ。スズメはもうおらんで。おらん、なぜじゃ。あのスズメはいたずら者じゃ。貴重な洗濯のりをペロリと全部舐めてしもうた。じゃからお仕置きをしてやったんじゃ。チュンに何をしたんじゃ。あいつの舌を切ってやった。なんてかわいそうなことを。おじいさんは山へチュンを探しに行きました。チュンやチュンはどこじゃ。おじいさんは夜通し山を歩き続けました。やがて朝になり、おじいさんはくたくたに疲れてしまいました。チュンやごめんよ、さぞ痛かったろう。チュンやどこにおるんじゃ。チュンや山の外れまで来ると竹やぶがあり、一回り小さな扉がありました。おじいさんはその扉を開けて中に入りました。すると着物を着たチュンがおじいさんを出迎えました。これはこれはおじいさん、ようこそお越しくださいました。お前はチュンなのかい。はい、そうです。チュンや、ばあさんのしたこと本当にすまんかった。この通りじゃ、許しておくれ。いいえ、どうかお気になさらずに。下の傷はどうじゃ、痛くないかい。ええ、大丈夫です。もうすっかり良くなりました。さあこちらへどうぞ。チュンはおじいさんをスズメのお宿に招待しました。そこにはたくさんのスズメたちがきれいな着物を着ておじいさんを出迎えてくれました。おじいさん、この度は娘がお世話になりありがとうございました。ささやかではございますが、ごちそうを用意しました。召し上がってってください。おお、これはこれはありがたい。おじいさんはスズメたちにたくさんのもてなしを受けました。そして一晩スズメのお宿に泊まっていきました。翌朝、スズメたちは二つのつづらを持ってきました。おじいさんの顔を見てチュンが言いました。おじいさん、本当にありがとうございます。これはお礼です。
どちらかお好きな方をお土産に持って行ってください。ごちそうもうまかったし、歌や踊りも楽しかった。ちゅんや、ありがとう。もう十分じゃよ。遠慮なさらずに、どうか持って行ってくださいな。そうかい、ほんならこっちの小さい方のつづらを。いろいろとありがとう。またいつでも遊びに来てくださいね。スズメたちは名残惜しそうにおじいさんを見送りました。数日ぶりに家に帰ったおじいさんは戸を開けて言いました。へえ、今帰ったよ。今まで一体どこほっつき歩いてたんじゃ。スズメのお宿に泊まってきたんじゃ。スズメのお宿じゃと？とうとう頭に来てしまったわい。本当じゃ。大きな御殿のようなところじゃった。ほれ、お土産ももろってきたんじゃよ。土産じゃと？おばあさんはおじいさんの持ってきたすずらを開けてみました。すると中にたくさんの大判小判が入っていました。おやまー、こりゃすごい。じいさま、わしらはこれで長者になれるぞ。たくさんの小判に喜んでいるおばあさんを見て、おじいさんはおばあさんに山の奥にあったスズメのお宿での出来事を話しました。なんじゃって？小さいつづらと大きいつづら？大きなやつもあったのかい？ああ、わしは大きいつづらは重たくて持ってこれなんだから、欲張らず小さい方にしたんじゃ。なんというもったいないことをしたんじゃ。これだけあれば十分じゃ。もうええわい。あんたの代わりに今度はこのわしがスズメのお宿に行ってくるわい。大きいつづらを持ってきてやるから待っとれ。おばあさんはスズメのお宿を探しに山に行きました。けれどもどこを探しても見つかりません。一体どこにあるんじゃ。こうなるならじいさんを連れてこればよかった。おばあさんが途方に暮れていると、一人の男が馬を洗っていました。もし、ここらにスズメのお宿があると聞いたんじゃが、どこにあるかわかりますじゃろうか。ああ、知っとるよ。本当かい？どうか教えてくれろ。この通りじゃ。ならばこの桶の馬の洗い汁を飲み干したら教えてやってもええ。おばあさんは仕方なく桶に入った馬の洗い汁をガップガップと全部飲み干してしまいました。苦しそうに腹を抱えながら、おばあさんは男に言われた道を進み、スズメのお宿に向かいました。おばあさんがいなくなると、男と馬はスズメに変わりました。やっとのことでスズメのお宿にたどり着くと、おばあさんはチュンを探して言いました。チュンや、チュン、どこじゃ。わしを覚えてるかい？可愛がってやったろ。ええ、覚えています。何かご用ですか？お前に会いたくなっての。ああ、なになに、いや、ごちそうなんていらねえだ。ただの？ただ？あの、その、お土産をの？お土産？ああ、そうじゃ。じいさんがもらってきたつづらだけならもらってやってもええのだがよ。わしはここに来るために遠くまで歩いて、まずい馬の洗い汁まで飲んだんじゃ。ここに引き下がるわけにはいかねえな。わかりました。今持ってきますんで、お待ちください。チュンは屋敷の奥に入り、二つのつづらを持ってきました。
これじゃこれじゃではこっちの大きい方な。わしはじいさんと違って足腰はしっかりしてるで。おばあさん、本当にそれでよろしいの？もちろんじゃ。そう言うとおばあさんは大きなつづらを背負い急いでお宿を出ました。お元気で。元来た山道を歩きながらおばあさんは言いました。重い。こりゃきっと宝物がぎっしり入ってるに違いないわい。これでわしは大金持ちじゃ。それにしても重たいの。帰り道、山の奥に入ったところでおばあさんはつづらの重さに耐えきれなくなったのと、早く中身が見たくてたまらなくなったので、つづらを置いて一休みしました。どれ、中を見てみるか。おばあさんはつづらの蓋を開けました。すると、たくさんの丸いものが光っては消え、光っては動いていました。あれ？なんだか変じゃぞ。から出てきたものは宝物ではなく、一つ目入道、六六尾、のっぺらぼうなどありとあらゆるたくさんの妖怪たちでした。おばあさんは転げるように山を駆け下りました。妖怪たちはスズメに変わり、スズメのお宿に帰っていきました。やっとのことで家に逃げ帰ったおばあさんは恐ろしさで腰を抜かして、顔はくしゃくしゃになり、しばらく元に戻りませんでした。おしまい。はい、というわけでございまして、第7夜、下切りすずめお届けいたしました。はい。改めて聞いてみていかがですか、琴美ちゃん。いや、下切りすずめはもうこれはちょっと痛々しい話だなって本当に思うんですよね。僕は切りつけるっていうところまでに抑えました。あ、優しい。そこは優しいですね。はい、そう、まあテーマとしてはやっぱり一緒ですね。いじめの天罰っていう。そうですね。そう、必ず自分に返ってくるぞというね。うん、おなじみのテーマでございますが。はい。あと、あ、馬の洗い汁の馬とか、あと馬を洗ってる人とか、はい、全部あれは、スズメなんですね。そうなんですか。そう、それで、そう、化けて出てるっていう、そういうお話でした。そう。復讐なんですね。あと、やっぱり原作は、もっともっと残酷でしたね。はい、そうですね。やっぱり、はい。人、なんですよね、スズメっていうのが、はい、でいろいろとなんかもう言えませんっていうぐらい残酷でした。でもこれはね、子供向けに柔らかく、そうなんです、そうなんです。いるじゃないですか、動物虐待してる人とか、はい、いますね。もうなんでそんなことするんだろうって思いますね、本当に。てか許せないのが、はい、飼っていたペットを捨てちゃったりね、本当ひどいですよね。それはないだろうっていう。もう最初から買うなよっていう。でも本当ですよね。うん、もう責任持てないなら買うなって感じですよね。そう。あと、その飼ってるペットを言うことを聞かせるために蹴ったり殴ったりね。はい、それこそこのおばあさんみたく、うん。そういう人間っていっぱいいるんだろうなっていう。そうですね。そう、心が弱いがゆえに自分よりも弱いものをいじめるんでしょうね。うん、
だからそれはね、やめてほしいなっていうメッセージを伝えたいと思います。はい。ということで、第7夜、日本のお話、下切りすずめをお送りいたしました。次は世界のお話をお送りします。それでは、その次の夜まで、健やかな時を、良い夢を。お相手は浅井優と、琴美でした。それでは皆さん、おやすみなさい。はい。次回、第8夜のお話丸かじりは、ドイツのお話、グリム兄弟の作品、白雪姫をお届けします。この子を、白雪と名付けよう。私の鏡よ鏡、世界で一番美しいのは誰？この部屋で一番美しいのはあなたです。でも白雪姫はその100倍美しい。お妃様は美しいあなたを憎んでいらっしゃる。あなた、どうしてこの森に来たの？白雪姫、お前が許せない。一番美しいのは私だけ。真っ赤なリンゴはいかがかしら。次回もお楽しみに。今回のお話、皆さんいかがでしたか？あ、そうそう、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお気軽に。それでは